はい、今日皆さんありがとうございました。いや本当にね、もう陽子さん言う通り素直な人ばっかりだったなと思います、うん、でね、皆さんにこう僕の方からお伝えできることがあるとすれば、おそらくね、今まで考えてなかったようなこととかもあるし、そうなんだっていう疑問を思うことってね、絶対出てくると思うんです。でもその中でですね、皆さんが自分をどれだけ信じて、そして皆さんのね、生徒さんたちをね、どれだけ信じることができるかっていうところに尽きると思うんですよ。僕はやっぱりビジネスだからこそできることってあると思いますし、ピアノの先生っていうのはすごい夢を与える仕事なんじゃないかなって僕思いますから、だからこそね、皆さんがどんどん夢をですね、もっと拡大していただいて、かついろんな形をですね、もう遊びながら仕事も楽しめるようなね、ことにやっていただきたいなっていうふうに思います。まあ僕でね、お手伝いできることをね、やりたいと思いますので、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。